人間はなぜだかみんな窮屈な生き方をしている。顔色を伺い周りに合わせて、見ているこっちが疲れてしまうにゃ。もちろん猫にも社会性や掟があるにゃ。ただしそれはあくまで自分の幸せのため。人間は違う。僕たち猫は生きる上で何が大切なのかよくわかっているにゃ。自由でいること、のんびりすること、我慢しないこと、よく食べること、愛されること。それだけで十分幸せなのに、人間はもっと欲しい、もっと頑張らなくちゃ、という。抱えすぎていることに気づかないようだね。でも僕たちのような自由な生き方を選べる人間もいる。言いたいことを言い、会いたい人に会い、食べたいものを食べる。不思議なことに、こういう自由な生き方の人間ほど周りから愛されているんだね。みんなが彼のような生き方ができれば少しは楽になるだろうけど、難しいのかもしれないね。そんなことないで。僕もかつては窮屈な生き方を選んでいました。でもそこから抜け出すための法則を見つけたんです。それでは誰もが簡単に幸せになるずるい生き方をお教えしますよ。僕は基本真面目な人生を送ってきました。真面目にちゃんとして誠実にと心がけ、ずるいことはせず、人の役に立って、人に優しく出しゃばらず、頑張って我慢して感謝して、人に迷惑をかけない、それを大切にして生きてきました。でもだからこそ、その逆の他人に迷惑をかけて生きている人によく腹を立てていました。不真面目でちゃんとしてなくて、ふざけていて怠けて遊んでばかりで、人に丸投げして平気で嘘をつく、ずるくて要領が良くて役に立たず、他人に厳しく自分に甘く頑張らない、出しゃばりで手柄は全部自分のものにする傲慢な人、そんな人たちにいつも腹を立てていたのです。僕自身も迷惑をかけられることが大嫌いでした。腹を立てているからこそ、そうならないように、あんな風にならないようにと反面教師にして生きていました。でも僕は気づいていなかったのです。そうならないように生きているということは、実はそんな人間であるということに、本当はそんな人間だからこそそうならないように頑張ってきたのだということに。つまり僕は自分のことを心の底では人に迷惑をかける役立たずな人間であると思っていたのです。僕のように真面目に生きてきた人は、真面目に生きてるのに報われないことや理不尽なことにたくさんあってきたと思うのです。でもそれは真面目に生きてたのにではなく、真面目に生きてたからだと思います。真面目に生きることが悪いことではありません。でも周りに気を使いすぎて嫌われないように生きるということは、自分に一番不真面目で失礼であるということを知ってほしいのです。人に迷惑をかけないようにと言っても、人によって迷惑の基準が違うから、全方向に迷惑をかけないでいるには何もしないしかできず、きっと何もしないでいるとそれも迷惑と言われるでしょう。だからせめて無難に、みんなと同じようにと小さくなって自分を殺して生きてしまう。この本に書いてあることは、以前の僕のように真面目に、いや真面目っぽく真面目なふりをして、その実ただ臆病だった人にはとても不快な内容であると思うし、そんなことは人としてやってはいけないという怒りが湧いてくる人もいると思います。そんな嫌な人になってまで人生を変えたくないというのも一つの正解だと思います。でももしあなたが人生を変えたいと本当に思ってこの本を手に取ってくれたのなら、これはきっとご縁です。ここに書いてあることに怒りを感じながら読んでみてほしい。ええ、ただのずるい人間、ダメ人間、失礼なやつ、変なやつの書いていることだと鼻で笑いながらでも構わないです。でも読み進めていただくうちに、危うく気づいてしまうかもしれませんよ。
自分はずるい人間である。自分はダメで嘘つきで失礼で、傲慢で冷酷な最低な奴であると。そこに気づいたら大きな声で笑ってほしいのです。反省などしないで。だって、それも自分なのですから。僕と一緒に最低人間の人生を生きてみませんか？こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、心屋仁之助のずるい生き方という本をご紹介したいと思います。皆さんの中には、冒頭のこの言葉が当てはまる方はいらっしゃいませんか？さあ、どうですか？意外と当てはまる方多いんじゃないでしょうか。僕はめっちゃ当てはまってますよ。いやいや、真面目に生きるのは自分の信念ですから、という方ももちろんいらっしゃいますよね。ただ、その真面目の出発点に、人に迷惑をかけたくない、とか、人の期待を裏切りたくない、とか、こんな気持ちがあったりしませんか？そしていつの間にか、他人の気持ちを優先するのが当たり前になってしまって、自分の気持ちを抑え込む癖がついていたりして、こんな風に自分軸じゃなくて他人軸で過ごしてしまっている方、意外と多いのではないでしょうか。誰にも言ったことないけど、正直、なんかこの世の中おかしくない？いつも貧乏くじを引いているような気がする。もしもあなたがそんな生きづらさを少しでも感じているのなら、本書を読んでみませんか？著者は、心屋仁之助さん。19年間大手企業で働き管理職まで勤めていた心屋さんですが、自分や家族の問題がきっかけとなり、そこから心理療法を学び始め、カウンセラーとして起業。自分の性格を変えることで問題を解決するという性格リフォーム心理カウンセラーとして活動され、70冊を超える著書は累計600万部突破の大人気の作家でもあります。そんな心屋さんが今まで伝え続けてきたずるい生き方を一冊にまとめた決定版が本書なんです。やらなければ、やるべきという他人軸を生きる人が、やりたいことをしている自分軸の人を見るとずるいと感じる。実はそのずるいと思っている生き方の中に、あなたが幸せになるためのヒントが隠されているんですって。今までの生き方にはなかったそのヒント、見てみましょうよ。目から鱗ですよ。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは、動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。好きなものだけで固める。僕がずるい生き方、自分らしい生き方をするにあたり、一番大切だと思うことは、好きなことだけして嫌なことをしないということ。これってかなりわがままですよね。でも僕はそうやって生き始めて人生が変わりました。それに拍車をかけてくれたのが、今や世界的大スターになられた、こんまりこと近藤麻理恵さんとの出会いです。彼女の本、人生がときめく片付けの魔法に、僕はとても大きな影響を受けました。読んだ人も多いと思いますが、彼女の片付けの方法は、ときめくものだけを残すという方法です。自分がときめくもの、本当に会いたい人、本当に好きな時間。そうやって自分が本当に好きなものしか残さないようにするというものです。逆に言えば、それ以外は手放しましょうということです。彼女がたまたま僕の事務所に来てくれたことがきっかけで、アメリカのお宅に遊びに行ったり、都内でもばったりよく会うのですが、彼女と彼女のメソッドに出会ったのは、僕にとって大きな転機でしたね。ときめかないものを手放すのはもちろん、人間関係や仕事に関しても、ときめかない人や物を捨てよう、ときめかない仕事は受けない、
そう思ったからです。つながっておいた方が得をする人、やっといた方が損をしない仕事、つまりしておいた方がいい、やめといた方がいいという損得でつながった人間関係や仕事を捨てたのです。そうした結果何が起こったか、周りにやりたい仕事と好きな人しか残らなくなったんです。だからエネルギーを好きなことだけに集中することができたのです。僕はそれまで世間に遠慮して生きてきました。でも、ちっちゃく縮こまっていきながらも、すごい人物になりたい、という自己矛盾の中で生きてきたんです。傷つかないままですごくなりたくて、いろんなところに媚びを売って、叩かれないように、出しゃばらないように生きてきたわけです。でも、ある時、もういいや、と思ったんです。これは、こんまりさんのときめきの法則を続けてきたことも大きかったのだと思います。自分の好きなことだけで自分の周囲を満たして、そうでないもので自分を濁らせない。ときめくもの、ときめく人だけに囲まれて生きていく。だから自分で自分を卑下することや、世間と自分に遠慮することをやめました。これって自分を大切に幸せにすること。そしたら突然ブワーッと世界が広がったんです。好きなことだけをするが、僕を違うステージに連れて行ってくれたのです。ときめかないもの、仕事、人で自分を濁らせない。楽して幸せになる。好きなことだけをすると話しましたが、それができない理由に罪悪感があったりします。罪悪感、つまり罪を感じているわけです。好きなことをする罪です。で、罪だからやらないようにしたり、やってても隠したりする。謎ですよね。そこには好き勝手するのは悪いことという大人からの刷り込みがあったりします。だから、ただ好きなことをやりたいだけなのに、そこに理由がいるのです。意味、必要性という許可される理由が。何の意味もなく、何の得もない。ただ好きなことをするのは許されないと思っていた。だから、ただ好きが理由だと、間違ってる、悪いこと、後にしろ、今やらなくても、と、やらずに我慢してしまう。さらには、大したことのない自分だから、人一倍苦労しなくてはいけない。努力もしないで、簡単に成功してはいけない。やらないと怒られる、嫌われる。やっておいた方が、迷惑かけないよな。という謎の罪悪感があなたをがんじがらめに縛り付けているんです。自分で気づいていなくても心に罪悪感を飼っている人は大勢います。というのも日本では人に罪悪感を持たせようとする人がいっぱいいるからです。そういう人は自分自身が罪悪感いっぱいで生活しているから自由に生きている人が許せない。だから罪悪感をプレゼントしてくる。このプレゼントを僕は黄色い汁と呼んでいます。あなたも楽したり幸せであることを悪いと思いなさいよ、と黄色い汁みたいなものをピッと飛ばしてくる。苦労したのなら、我慢したのなら、頑張ったのなら幸せや豊かさを手に入れてもいいのだけど、楽して手に入れるのはダメらしいです。また、人に罪悪感をプレゼントしてくる人って、手伝え、と言ったり手伝うなって言ったりするんですよ。例えば遅くまで残業していて悩んでいるようだから手伝いますかと聞いたら、いや悪いから大丈夫、自分でやるというわけです。でもそれを真に受けて、じゃあお先に失礼しますと帰ったら、私一人にやらせて申し訳ないとか思わないのかあいつは、ってなるわけですよ。どないせえっちゅうねん。こういう人は最後に、結局これ全部私一人でやったのよ、大変だったわ、とあなたに罪悪感を持たせようと黄色い汁をピッと投げつけてくる。たまったもんじゃないですよね。迷惑です。そういうわけで、あなたに罪悪感をプレゼントしようとする人はたくさんいます。実は私たちも幸せになっちゃいけないんじゃないか、楽しちゃいけないんじゃないかという罪悪感を
子供の頃に親から植え付けられている。だから僕らは自分のことを罪人だと思っているところがあって、だからこそその気持ちを刺激する人を自ら集めてしまう。そう、罪人だから罰を受けたいのです。そして罪悪感を感じていたいのです。でもそれは幻想なんですね。楽に楽しく幸せにならないように踏ん張っている。成功するというのは自分らしく生きるということ。罪悪感で自分を我慢させたり遠慮したり、やりたくないことをやりながら生きていると、成功もお金稼ぎもできなくなります。だってお金をもらうことにも罪を感じるんですから。だからまずは黄色い汁を飛ばしてくる人と距離を置くこと、そして罪悪感を手放して楽して幸せになる勇気を出してみることから始めましょう。罪などない、堂々と生きよう。作った自信は崩れる、上げ底の法則。自信には一瞬で崩れる自信と生涯崩れない自信があります。例えば自分が有名大学卒であるから素晴らしいと思っている人は、その学歴に何の興味も示さない人や、さらに高学歴の人を前にすると、その自信を失います。他にも、これができるから、こういう売り上げを上げたから、こういう仕事をしたから、そうやって身につけた自信は実は自信ではなく自信もどき。その実績、理由がなくなったら一瞬で崩れる自信だから、一生懸命そこにしがみついて頑張ってしまうんです。自分を大きく見せて褒められると、その褒められた記憶は結果としてあなたを苦しめます。例えば彼の両親に挨拶に行った時に、礼儀正しいねと褒められたとします。そこでちゃんとしているから私はここで受け入れられているんだと思っちゃうと、結婚してからもそれを守り続けようとしてしまう。するともう全く気を抜けない。僕はこれを上げ底の法則と呼んでいます。僕は自分で自分を勝手に上げ底にしちゃって疲れちゃっている人が多いと思う。背伸びしすぎて、そこからさらに背伸びしてつま先立ちし続けなければいけない。そんな風になっていると苦しいよね。料理ができるからとか、掃除ができるから、役に立つからという条件で自分が愛されていると思ったら、絶対にその上げ底を下げることができないんです。もっと高くしなきゃ、もっといい実績を上げなきゃいけないと思ってしまう。そうしないと嫌われる、見捨てられる。それは大前提が、自分は嫌われる人、愛されない人、ダメな人だと思ってしまっているから。だからそうでないように頑張ろうとする。なのになかなかそうでないようにならず苦しみ続ける。これがあるから自分は素晴らしいという理由があるのは、実は脆いものなんです。そうではなくて、本当の自信というのは、何にもないけれど、ダメだけど、自分は素晴らしいと思えること。まずは思ってみませんか？この気持ちを持てるようになったら、これが自分の大前提、当たり前になれば、その自信は絶対に崩れません。だって、それより下はないのですから、崩れようがない。だから成功するということは、実績を上げるということではなくて、実績がない自分を自分自身が受け入れるということが、多分究極の成功だと思うんです。そのためには、そのままのダメな自分を出さないと分かってもらえません。つまり、上げ底をやめないと気づけないのです。多くの人は、ダメがバレないように、よく見られるように頑張るようにしています。でも、あ、ダメでもいいんだ。黒い部分があってもいいんだ。変な部分があってもいいんだ。と思えたら、見栄も張らなくなる。何より、バレてますよ。すると、好きなことだけできるようになる。失敗も気にならなくなる。緊張もしなくなる。好きなことだけやると、自分のテンションが上がります。テンションが上がると、輝き出す。輝き出すと、世の中の人に見つかります。つまり、
実績があるから素晴らしいのではなくて、何もできなくてもダメでも私という人間だから素晴らしい。できないところがあるから素晴らしいし、できることもたまにあるから素晴らしいという思考にシフトしていくといいんですね。自分で思うダメなところが他人から見たら魅力だったりするのです。そして自分がダメだと思ってしまうのも仕方ない。それも自分です。諦めましょう。ダメでクズな自分なら、失敗してもうまくいかなくてもダメでクズなまんまだから、それでいいのです。上げ底してるから落ちると思うだけで。なんで自分はダメって信じちゃったのかね。いつも通りプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。幸せになるためには、成功するためには、頑張らなきゃいけないんだ、我慢しなきゃいけないんだ、人に頼っちゃいけないんだという固定観念、人に迷惑をかけるくらいなら自分を抑えればいいんだ、自分が犠牲になればいいんだという固定観念、これらを取り払って自分に正直に、自分が本心でしたいと思う生き方ができたとき、あなたは自分軸で自分の幸せを歩むことができるんです。とはいえ、これまでずっと持ち続けてきた固定観念を変えるのは大変なことでもあります。そのためには180度違う考え方を取り入れてみること、今までずるいと思っていた生き方の中に自分を移してみることは、荒療治ではありますが効果も絶大なんだと思います。しかもなんて言ったって、本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されているので、会員の方は無料で読めちゃうんです。この本の言ってることは間違ってると思った方ほど目を通した方がいい内容だったりするのですが、もしも無料で読めるんだったら、むしろ積極的にいろいろな考え方の本を読めますものね。本当に一度読むだけでも考え方を相当根底から覆される本ですので、これを機会に試してみてもいいかもですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです、見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。